金平春は、韓国、京商北道出身で障害層が、専門の陸上競技選手。110メートルハードルの自己ベストは13秒39の韓国記録保持者。2017年ロンドン世界選手権の韓国代表。高校1年生だった2008年にハードルを始め、2年後には、韓国代表に選ばれるまでに成長した。2014年9月30日。 自国開催となったニ川アジア大会男子110メートルハードル決勝で13秒43の韓国新記録をマークし、優勝した中国のシャフミ春には0秒07及ばなかったものの、銀メダルを獲得した。なお、2015年北京世界選手権、男子110メートルハードルの参加標準記録の有効期間は2014年10月1日からだったため、 1>, 1日の差に泣くことになった。金は結局有効期間内に北京世界選手権の参加標準記録を破ることはできなかった。2017年6月12日、タイオープン選手権男子110メートルハードルにおいて自身の持つ韓国記録を更新する13秒39をマークし、ロンドン世界選手権の参加標準記録を破った。同年8月6日、 ロンドン世界選手権、男子110メートルハードルに出場し、シニア世界大会デビューを果たした。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。